14番お供え物の備える。そして、こちらは備蓄、などと、いう言葉で使いますよね。台風などに備える準備をするということですね。準備の備ですね。15番立つ、これはなかなか難しいところですけれども、3番の立つ、これは分かりやすいのではないでしょうか。布地を立つということで、裁縫などで、切る場合に使う立つ、それがこちらになります。この2つはとても、難しいところですよね。退路を立って戦う、消息を立つということで、まあ、今まであったものがなくなるというようなイメージでしょうかね。消息、が、なくなるよと。退路を立ってというのは切ってというようなイメージがやっぱり強いのではないでしょうかね。この2つ、使い方なかなか難しいところですけれども、例文で押さえておくのがいいでしょうね。退路を立つの場合はこちら、消息を立つの場合はこちらというような形で押さえておきましょう。